ですすチャンネルです今回の動画はですねあの植木屋さんがそのお家の方にですね仕事を頼んで、えー、いただいてるお家の方にああこれちょっとやめていただけたらなって思うことをねちょっとぶっちゃけ話そうと思います、えー、考えてね思いつくことが3つあったんですよでその3つをねちょっと喋らせていただいたらですねまずね あ、これちょっとやめていただきたいなってね思うことをまぶっちゃけ言わしていただいたら、一つ目は掃除を手伝ってくれるということですかね。あのこれはですね、その親切からなんですけれども、その逆にそのありがた迷惑になってくるっていう話なんですよ。どういうことかって言ったらですね、結構ね手伝ってくれる人とかいるんですけれども、その植木屋さんで結構。 こっちの段取りで掃除していってるんでね、その、そこだけ綺麗にしていただいたらね、結局またそこがね、にゴミをね、中からブロワーとか使ってブワーって吐き出しそうと思ってる時とかあるんですよね。でもそこを、もう一生懸命ね、綺麗にしてくれたんであれば、申し訳ないんでね、そこまた汚せなくなるんですよ。じゃあ、こっちのその、長年やってる掃除のその段取りの順番っていうのがどんどん狂ってきてね、 ありがた迷惑になってしまってるっていうね、これほんと申し訳ないんですけれども、ですんで、その掃除手伝っていただけるのはね、気持ちは嬉しいんですけれども、逆にありがた迷惑になってしまってるよっていうことをちょっとね、もう思い切ってぶっちゃけ、ちょっと言わせていただいたら、そういうこともあるという話で、参考になればと思います。はい。で、二つ目はですね、何かあるかなと思ったらね、もう一個はね、あの、ずーっと見られる、見るということですかね、作業してるのを、ま。あ 結構作業をね、僕らが聞いてるのとかね、見るの好きな人で結構こう見たりしている時あるんですけれども、まあちょっとぐらいだったら別にね、あのー、こっちもそんな気にならないんですけれども、たまにね、もう1時間、1時間半ずっとこう見張る人がいるんですよね。もう近く寄ってきてとか、まあちょっと離れてね、 ずーっと見て見られるのはねまああの自分に置き換えていただいたら分かると思うんでやっぱりそれはずーっと見られたら誰でもやりづらいと思いますよはい、あ、ですんでねまあ僕もねもうええおんになってきてねしくできたんでまあちょっとズうしくなったんかあのまあそれなりに見られてもねまあしょ内心うっとしいなと思ってるんですけれどもまあそこまであのー、昔ほど嫌ではな,なく。 見らられながらもね作業できるようなねそういうメンタルが出来上がってるんですけれども若い時とかねめっちゃ嫌でしたねなんか失敗したらあかんとかねなんかあのー、なんかこういいように見られたいみたいなねなんかこう小賢しいことをなんか頭の中でしてねなんかこう調子狂ってしまうみたいなねそんな未熟な時もあったんですけれどもやっぱり、まあ、誰でもそうなんちゃいますかねやっぱずーっと見られたらやっぱやりにくいんですよ。 ですんで、ああ、これちょっとやめていただきたいなっていうのは、作業しているとこ、もう本当ずーっとこう見られるっていうことですかね。はい、これ二つ目ね。で、これはやめてほしいっていうのをね、三つ目なんですけど、三つ目はですね。お隣さんと不仲はやめてほしいっていうことですかね。お隣とね、なかなか悪い家ってね、その。植木屋さん、ちょっとお隣に葉っぱ一枚もお父さん取ってとか、お隣。 あの絶対なんか入らんとってとかね。あの仲が悪いとこってそんな感じなんですよ。で、こちらとしてもね、それでものすごい作業効率がね、落ちるんですよね。で、その、何でしょう、一本も落とさんといてって言われたら、そういう落とさないね、その準備をしないといけないんですよね。その、こういうネット張ったりとか、で、そのネットを忘れたりとかしたら、 そのシートとかね、ゴミ運ぶネットとかを、こう、大きい脚立立てて、そこにこう、白菜でくくって、で、こっちはこの木に、こう、長い熊手かなんかこう、くしばりつけて、その先にまた、そのメッシュのシートをくるんだりとかね、向こうの家に落ちないようなね、養生しないといけないんですよ。そうなったらね、ものすごい手間なんですよね。 でも、その、お隣とね、仲が良かったら、あの、ま、入らせてもらって掃除もできるじゃないですか。それだけで全然ね、作業効率が変わってくるんですよね。と、それと、やっぱ、お隣とね、仲悪い家っていうのは、お隣がね、お隣様の文句をね、植木屋さんに言う時があるんでね、それを聞かなければいけないというね、ものすごい、それ、なんですよ。あっこ全然もう、なんかもう、掃除もせんと、木も切らんと、こっち虫が入ってきてとかね、そういう愚痴の聞き役になったりとかね、 ししてままいますんで、ね、できればねお隣さんとはね仲良しでいていただきたいですね。はい、ですね、三3つ目はお隣とその不仲はやめていただきたいというこんな感じですかね。なんかないかなと思って考えてたらまあこの3つぐらいですかねそのこれはやめてほしいっていう。 まあまあ、あのー、動画としてね、あえて考えて、その、これかなって導き出したものなんでね、いつもそれ、なんとかしてくれって、その、深刻に思ってるわけじゃないんで、そこだけはね、勘違いしないでいただきたいのと、まあ、ちょっと参考になればと思いますね。はい、あ。で、まあ、いい、その、逆にね、いい、植木さんがね、あのー、あ、ありがたいなと思うことは、その、やっぱ、 仕事行ったらね、家の方が、まあお隣さんとも仲がいいんでね、あ、上木さんもお隣さんにも声かけてるから、もう勝手に入ってもらって、やってもらっても全然いいよっていう許可をね、もう家の方が話つけてくれてる場合とかめっちゃやりやすいですね。はい、あ。いちいちこうピンポンしてね、えー、お伺い立てなくていいんで、すごいありがたいですね。それとか、まあ最初で言うたら、その、まあ、 掃除の手伝いしてくれたりとかずーっと作業を見られるっていうのは嫌って言うたんですけれどもその逆でね逆にその留守が一番気楽でいいっすねもうこれぶっちゃけなんですけどねぶっちゃけあのまあ、何年もいてたら青柳さんも留守するけども鍵開けとくからもう入ってで終わったらもう最後も門扉だけ閉めて帰ってあとてでまた請求書を彫り込んどってねって言われるのがねぶっちゃけ一番気楽ですはい。 やっぱりあの毎回毎回プレッシャーとあと緊張もしてやっぱりねあのうまいことをその仕事をそつなくいい仕事したいっていう思いが強ければ強いほどね毎日プレッシャーかかってるんですよだからそこでまああのちょっと留守でしてるけど雇ってって言われるのがね正直一番嬉しいですね <laughs> はい。 とということで本、ね、当ちょっとぶっちゃけて話してさせていただきたいんですけれどもまあこれが植木屋さんの本音でねその何でしょうまあ全国、まあ、植木屋さん皆さんね、まあ、大体似たようなもんやと思うんで皆さんこんなこと思ってるんじゃないかとねなんとなく思ってますはいということで、えー、ちょっと今回もしゃべりくりだけの動画になってしまったんですけれども、えー、またこういう動画もね剪定動画も織り交ぜながら えー、やっていきますんでね。またこれからもね、植木や賢者でね、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。